石破茂さんがね、安倍さんのその桜疑惑について、また桜発言してはしてあるけど、そやけど、それでこのチャンスにね、その自助努力を発揮してるんですか、自民党が。チャンス。安倍さんもチャンス。今攻めてくれ。予定通り、菅さんも。要するに、安倍さんを追い詰めろっていうのは、安倍さんの意思や。ところが、それは石破にとってはめっちゃ不利やねんな。あれ、大和民族にとってはめっちゃ不利やねんな。だから、とぼけた発言してるか、それか、全く政治家としての資質がないかどうかやし、しげるんだな。全然ないんちゃう。だってな、今さら、なんだかな、とも。じゃあ、あれはどう？石破茂のお父さん、ね、自治大臣が、農家に、洋さん金配って、茂よろしくって言って、あの件はどうすんのよ。今更なんだかなーっていうの。